家にいながらラジコンを操作できる夢のようなゲームを今回やっていこうと思いますけど、YouTuber のタコボンドです。どうやら現実で行われるオンラインゲームなようなんだけど、本物のラジコンを使うみたいです。早速やっていこう。始まったね。一応このゲーム開発途中で、今一人20分までしかできないようなんだよね。お、動かせたぞ。世界がリアルだ。本当にこれ、なんだろう。アマチュア模型で作られてるって感じかな、この世界。観覧車があって、あれ？一応オンラインだけど、プレイヤー乗ってるかな？乗ってるってか言うより、こいついるかな、プレイヤー。おい。動かない。反応がないぞ、こいつ。いないのか？ここには。こっちの方なんか明かりが見えるけど、なんかスタジオみたいだな、ここ。ちょっとプレイヤーと出会いたいんだけど、いないかな？動いてない乗り物は結構あるんだよね。あれ待って。いたぞ、なんか。動いてる何か発見した。ついに見つけた。オンラインのプレイヤー。おお、よし。近づいてみよう。これ攻撃とかってできるのかな？まだ開発途中なんでね。できることは限られてると思うけど。あとなんだ、やばいぞ。よし、これで。おお！うわ、近づいてきたぞ。よし、押して。どうだ？こいつもラジコンだね。性能とかは同じ感じかな？なんか動いてる。ジェスチャーかな？やってみよう、こっちも。横にフリフリ。これで、一応、なんか会話したってことかな？よし、押していこう。お相手も押してきた。よーし、だいぶこいつとは仲良くなれそうだね。よーし。ついてこう。まだ特に何かできるとか、そういうのはないみたいだね。後々、このゲームが完成された頃には、なんか対戦ゲームとかになるのかな？攻撃できたり。そしたら面白そうなんだけど。こっちになんかあるぞ。建物の中とか入っていけそう、ここ。なんかあるかな？この世界から脱出できる出口とかないかな？このスタジオから出たらスタッフ、ちょっと困りそうだけど。ここでなんかコントロールで。一応なんか銃とか、ライト、レーザーとかもあるね。やってみよう。光った。おお。一応これ、銃だけど、撃ってる感じではないね。おう。プレイヤーだ。レーザーで、どうだ？これ食らってるのか？食らってる感じはしないけど。よし、こっちは？特に、ダメージを与えたりとかはできないようだね。ただ光るだけで。ちょっとやってみたいことがあるんだけど、ひっくり返ったらどうなるのかな？スタッフとかが直してくれるかな？それかちょっとこの世界、ひっくり返らないようになってるのかな？どっかね、なんか、坂とかで、ひっくり返れそうなところないかな？あっちの方ちょっと行ってみよう。ちょっとプレイヤーがね、さっきいたところだけど、あそこからうまくやれば、ひっくり返ったりできるんじゃないか？この坂いけるよね。ラジコンの力見せていこよし。さあどうだ？おお、登れた。ちょっとだけの上の世界。こっから、あ、でも、うまいこと。落ちないようにはなってるんだね。そう、無理か。こっちの方はどうだ？でもすごいリアルに再現されてるなぁ。ちょっと古腐った駐車場みたいな感じで。こっちの方はでも行き止まりかな。うわ、でも、ちゃんと壁が建てられてる。落ちれないか。落ちた衝撃で壊れたらどうなるんだろう。あ、でも、あれ待って。ここに黄色い何かあるから、ここ登っていけるかな？黄色い何かを利用して、頑張れ！ダメか。これ以上進めない。お、いけるか？いけた！よし、登るんだ！無理か、これは。いやー、ちゃんと作られてるね、これ。落ちないようにはなってる。どうやら、オンラインゲームでラジコンを操れるっていうのはね、世界初なようなんだけど。いやー、これ、完成が待ち遠しいね、このゲームの完成される日が。まあ、この世界はラジコンだけど、ドローンとか操作できるオンラインゲームとかあったら面白そうだなぁ。こんな感じで、本物のラジコンを操作できる。ちょっと変わったね。今まで体験したことのない、面白ゲームでした。それはね、完成の日まで、ラジコン系 YouTuber でも見ながら待ってようと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろぴく。